リトアニア大公国ライオトゥーボスディドツヨジー、クーニヒーイクスティスト、税1387年頃の領土13から15世紀におけるリトアニア大公国の領域領域をバルト海沿岸から南東に拡大していった。実際は1349年までその領土の大半はルーシ人国家であるボルイーニ公国やハールイチ公国と領土争いをしていた地域で、その後は リトアニア大公国がボルイン2公国の地域を、ポーランド王国がハール1公国の地域を獲得した。リトアニア大公国とポーランド王国の領域ポーランドとの合同により、現在のウクライナにあたる地域がポーランドの領土となっている。ヤンマテ国コがリトアニア大公国の宣令リトアニア大公国は13世紀から1795年の間に、 ベラルーシを中心とした地域を支配した国家である。その前世紀には広大な領土を要するヨーロッパの強国であった。この国家の支配層の民族構成は人口においては、リトアニア人はむしろ少数派で、特にルーシ人と呼ばれる東、スラブ人が多かった。このルーシ人は、後のベラルーシ人やウクライナ人の先祖にあたり、やがてリトアニア人と合わせて、 リトアニア人と呼ばれるようになった。リトアニア人が支配した当初はその領土も、いわゆる、現リトアニアと呼ばれる、現代のリトアニア共和国とほぼ同じ狭い地域に限られており、小さな異教国家であったが、複雑な政治的経緯により、人口の膨大なルーシの西京都の人々が住む、広大な地域も徐々に広く包含するようになると、そういった地方の支配層も取り込むようになったため、 結果として、大公国全体で徐々に、聖教徒の東、スラブ人が政治的に優勢となった。原理とアニアでも東スラブの文化を広く受け入れるようになり、大公国の唯一の公用語として、教会スラブ語が採用された。1387年にローマカトリックを正式に国教としたが、聖教徒の信仰も認められた。1430年以後、 ポーランド王国と実質的な同訓連合となり、支配階層のポーランド文化への同質化が進んだ。1569年のルブリン合同をもって、リトアニア大公国は、ポーランド王国との連合生態である、ポーランドリトアニア共和国を形成した。当時のリトアニアは、ドイツ騎士団による侵攻に悩まされていたが、ミンダウガスは諸部族を一つにまとめ上げて、 リトアニアを統一した。1236年に初代かつ最後の王として即位した。これは、西方キリスト教世界によって権威づけられた王ではなく、東方キリスト教世界のキエフルーシ系の権威を引き継いだ王であった。バトゥの生成1245年に、ヤロスラブの戦いで、ハールイチボルイーニ大公国がジョジウルスの属国となった。 1253年に、ハール・イチ・ボルイーニ大公のダヌイ色の息子シュバルナスと、ミンダ・ウガスの娘が結婚して、同盟関係を強固にし、黒ルーシとリトアニアの支配を固め、共同して、ポーランドへ遠征を行った。1260年に、ドイツ騎士団に対するドゥルベの戦いでトレニオタが勝利した。1264年にトレニオタが暗殺されると、 ミンダウガスの息子、バイシュビルガスが後を継ぎ、ドイツ騎士団と友好関係を結んだ。1267年に、バイシュビルガスが修道院生活に戻り、義兄弟のシュバルナスが後を継いだ。リトアニアの権力闘争が続く中、シュバルナスが死去すると、トライデニスが大公の地位についた。ハール・イッチ・ボルイー大公部の地政に、ジョジルスのモンケテムルに従属するようになり、 リトアニア国境への定期的な侵入が始まった。1279年にトライデニスはアジクラークレの戦いに勝利し、マゾフシェ公国との同盟を結んだ。トライデニスが暗殺されて、兄弟のダウマンタスが太公の座に就いた。ブティゲーディスの知性からミンダウガスとは別の家系であるゲディミナス家に権力が移った。ブトビーダス、ビテニス。 ゲディミナスの知性に戻りつき士願によるリトアニア信仰は必要に続いたがゲディミナスはポーランド王国と同盟を結ぶことでこれを撃退しさらにルーシに進出して領土を拡大したそして首都ビリニュスを建設してユダヤ人やキリスト教徒を保護しリトアニア大公国の前世紀を築き上げたこのためゲディミナスはリトアニアの英雄として称えられている 一方で、領土がルーシ人の地方を広く含むようになったことで国民の大半をルーシ人が占めるようになった。もともとリトアニア人は人口が少なかったためルーシ人との融合は急速に進んだ。中央の宮廷貴族の大半もルーシ系貴族が占めるようになり、やがてキリスト教徒である彼らルーシ人が政治の中心を担うようになっていった。リトアニアは ルーシの広大な領土と引き換えに、文化や宗教へのルーシからの影響を色濃く受けることとなった。ゲディミナスの子アルギルダスの死後、大公の座をめぐって、息子のヨガイラとおじのケイストゥティスとの間で争いが起こる。これには、ヨガイラがケイストゥティスを殺害することで勝利し、リトアニア大公として即位することとなった。年、ヨガイラはポーランド女王。 ヤドビガと結婚し、リトアニア大公とポーランド王を兼ねて、ポーランド・リトアニア連合を形成した。これをヤギエオアザという。しかし、ポーランドとリトアニアを同時に統治することに失敗し、1401年にケース・トゥティスの維持、ビータウタスにリトアニア大公の位を譲っている。こうして、リトアニア大公国とポーランド王国との国家連合が成立する。 その後、ポーランドとリトアニアは同盟して、ドイツ騎士団に対抗し、1410年にはグルーンバルトの戦いで、ドイツ騎士団を撃破1413年にはポーランドと協定を結んで、連合関係を強化した。1430年にビータータスが死去すると、リトアニア対抗国は、ポーランド王国と君主を共同で衰退する傾向が強まり、 16世紀頃には実質的な同訓連合となった。貴族階級は、ポーランドの貴族階級と区別されずにまとめて、シュラフタと呼ばれ、ポーランドとの文化的同質性を強め、彼らの母語までがポーランド化していくにつれて、社会の上層と仮想における言語教育の管理がまず起こり、素朴なリトアニア語処方ことや、東スラブ処方母語とし続ける農民階級とは、 文化全体が乖りしていく傾向を強めた。また15世紀後半には、東のモスクワ大公国の強大化により、東部の国境地帯でアルクレシ地方を荒らされ、1503年には国土の3分の1を喪失するなど、国力の衰退が、顕在化し、ポーランドとの関係強化によって対抗するほか、なくなった。16世紀の半ばまでに大公国の支配層の間ではすでに、 ポーランド王国との文化的違いはほとんど存在せず、二国連合の制度が有名無実化していたが、1558年にリボニア戦争が勃発すると、これに対応する視力を集中する必要から1569年のルブリン合同でポーランド王国と制度的合法を果たし、ポーランドリトアニア共和国を成立させた。 1795年第三次ポーランド分割により、ロシア帝国に併合された。ありがとうございます。